ても楽しめるペンディングトレイン最終回ドアイ予想パフパフドンドンどうも性別のペンディングトレイン上白石萌歌です。最終回ぜひご覧ください。さあというわけで聞いてる大丈夫そう話題のドラマねペンディングトレイン、まあ、山田裕貴くんと赤楚衛二くん見たさでね見たんだけど娘と一緒にねドハマりしてるのよ。で最終回どうやって終わるのかこれね今まで見てなくても大丈夫だからあらすじ教えるからちょっとみんなでね大予想していきましょう。1分でわかるママ優子のあらすじペンディングトレイン。とりあえず電車に朝普通に乗っていたら急に見知らぬジャングルに放り出されます。よくよく調べてみるとそこは30年後の世界だということが分かりました。熱血リーダー赤楚衛二くん、ひねくれ者でも実は心が優しい山田裕貴くん、この二人を筆頭にみんなで何とか立て直します。ところがワームホールっていうなんか穴に飛び込むと現代に戻れるんじゃねってことが分かります。えいやって飛び込んでみたらなんと元の世界の3年後2026年に戻ってきちゃいました。さてその未来ジャングルとなってしまった荒廃した世の中は隕石が原因だと世の中の人に伝えますけど誰も信じてくれません。隕石激突までおよそ半年、隕石は防げるのか防げないのかどっちなんだい、いったったったっていうのがねそうペンディングトレイナーだから最終回どうなるのか、ここまで来たらなんか予想できそうじゃない。そうなのよ。だからアルマゲドンみたいに隕石止めに行くパターンもあるのかしらね。でも私ねちょっと思ったの、ここまで だいたいついてこれた。そうだから未来に行ってなんやかんや地球が大変なことになってることが分かって帰ってきたのかね。だから未来を変えられるのかってことなんだ。そうなのよね。そうポイントなのはね、まあ、民放の最終回でねそんな悲しい終わり方するのかってことなのよ。隕石止められませんでしたキャーエンドってないじゃない。そうなのよ。ってこと考えるとどうかしら。あなたの予想、私はね言っていい、私これねこれちょっと大転送しちゃうんだけど隕石は多分止められないのよ。止められないパターンでいくわね。隕石止められないのよね。で隕石止められないんだけど一回未来に行ってるから破壊されてない場所ってのが分かるのよね。そうあのなんかね高いビルディングとかは残ってたのよ。だからみんなで信じてくれる人はその塔に登れみたいな、ビルの屋上に行けみたいに言ったら助かる人が増えるんじゃないみたいな。でもこれ最終回としてどうなのねえなんか信じた人しか救われないって終わり方ちょっとあれよねじゃない。難しいわよね。隕石止めてみる、ママゆく子が、いや、わっつって止める、え、止めて、ハッピーエンドよかったわ。これだけだとちょっと弱いわよね。そうなのよ。悩むわ。悩むからちょっとね、かっこよさ振り返ってみる。まず、赤楚衛二くんね。そう。やっぱ、舞い上がれで大ブレイクして、今回、パンティングトレインにね、やっぱ大抜擢したと思うんだけど、今までどちらかというと、ちょっとこの、恋の演技だったのよ、赤楚くんがね。でも、今回は恋のに、勇気を持った柴犬ぐらいな感じなんでね、そう、あのね可愛いのみんなを引っ張るんだけどどこかね可愛いのよね。で私ねやっぱねモカがね悩むのはね、そう赤楚キュンか山田裕貴くんがどっちを選ぶか。で山田くんはねやっぱり引き込まれるのね。山田くんがねもう美容師って設定 で弟がね、弟とあの山田くんがね二人暮らし、まあちょっといろいろ訳あってね両親とは住んでないんだけど二人で住んでたんだけど、弟がちょっと暴力事件でね捕まっちゃうのよ。そうで久しぶりに出てきた時に未来に飛ばされちゃうっていう、ちょっとね心にしこりを残ってるのよ。そうなのよ。でその影のあるねちょっとひねくれ者、人生今までいろいろあったからひねくれてるんだな、でも実は心が優しいんでしょっていう山田くん、迷うわね。どっちを選んでいいものやら。何どっちも選ばないみたいな顔しないの。向こうが選ばないみたいな顔しないの。そうなの。あ、でもね、私のそう。やっぱりね、
バックトゥザフューチャーをちょっと思い出してきたの。覚えてる、バックトゥザフューチャー。ワンツースリーでね、ママ優子の本当青春のバイブルなの。もうね、VHS が擦り切れるぐらい見たのよ。VHS とか覚えてる？あ、よかったよかった。そう、バックトゥザフューチャーって最後のメッセージって未来は変えられるんだよってどこか言ってくれるの。でマーティーがダークって言っておくね。そう、感動するんだけど、やっぱ未来は変えられるっていうメッセージ欲しくない？そうなんだ。だから最後やっぱりみんなで隕石止めるんじゃないかえいって。そう、何かしらやっぱね、未来は変えられるっていうメッセージになる最終回にするんじゃないのかしらって思うのよね。なんやかんや隕石の軌道が変えられましたって言って、そうか、僕たち頑張ってよかったんだなみたいに。難しい。でも当たったらすごくね。うん。で、私は割とハッピーで、隕石を曲げるか何かしてこう曲げられましたっていうのと、あと一部の人はそれでも隕石が落ちてくるかもしれないから、僕たちが言う安全な場所に逃げようみたいなことなんじゃないかしら、どうかしら。というわけで、ペンディングドリル見てなくても大丈夫でしょ。だから隕石が止められるのかどうなのかとかね。そう、結局もう一回タイムスリップするのかとかね、ちょっとあなたなりのね、そう、最終回の予想をぜひお待ちしてます。あー楽しみ。でも本当にね、久しぶりにね、娘と一緒にねワンクール楽しめたのよ。だから改めて赤楚衛二キュン、山田裕貴キュン、ありがとう。座るわね、座るわよ、よっこいしょこたんと。それではコメントという名のセンパス以外しのコーナーよ。で、今回はね、コメントの中にあなたのおすすめイケオジ教えてってお願いしたから、きっとコメントの中に、ね、紛れ込んでると思うわ。ちょっと見ていきましょう。まずは1コメ選手権、一番最初にコメントした方に称号を送ります。リビアットエイちゃんことちゃんリビです。1コメ選手権おめでとう。聞いたのかしらね、聞いたのかしら。続いて、次はお花ちゃんことちゃんおは2個目選手権、2個目です、おめでとう。で、ママただいま、おかえり。わかったの、何が？韓国男性に惹かれるジャパニーズ女子の気持ち。どうしたの？ヘアトリートメントを受けたサロンの美容師さんに更年期の動機ではないドキドキを久々に感じたの私。髪をスーッとタッチしながら、できるだけ私が理解できるようにスローで会話してくれちゃって、もちろん美容師さんも素敵なんだけど、言葉のチョイスに照れがないのよ、この韓流美容師さん。お値段以上の体験をしてきたツヤ髪で裏パーに参加するから待っててね。あ、夫が迎えに来てるわ。なんて濃い顔なの。現実に戻ります。旦那さん顔濃いのね。あ、そうなの。やっぱこの韓流美容師、今韓流って言わないんだよ、韓流って言わないんだっけ。そうな、韓国系のね美容師に惚れちゃったのね。でもイケメンなのにやっぱこの言葉遣いが綺麗、それでいたの髪触られるって、もうなんか三連コンボよね。よかった、ドキドキ感じて大事よね。やっぱドキドキはね若返るわよ。かった、お花ちゃん、ちょっとまた2回目行ったら教えてね。あと紹介してくれる？私も行くわ、そこ。ちょっと最近ね髪切ろうと思ってたのね。続いて、なおしゃんちゃんことちゃんなお、ママおはよう。今子守中だから後で聞くわね。うん、子守中聞いちゃダメよ、落ち着いてね、落ち着いてね。続いて、ゆうこゆうこお姉さま、ママおはよう、後から聞くわ。もうみんな本当聞いたのかしらね、もう。続いて、けいゆうちゃんことちゃんけい、なんですって、来週はイケオジ特集ですって。最後まで聞いてよかった、また書き越します。今日のメタバース浦市練習会楽しみだ。あ、そう、今日もあるからね、今日の21時からあるから、また来てね。そう、イケオジ特集まだ出てきてないわね。大丈夫、出てくるこれ。じゃあ続いて、カズヨちゃんことちゃんカズ、ママおはよう。ポンチペちゃんの発音かなり良くなってきたわよ。正解は今日のリエちゃんの配信聞いてみてわかった。ルーレットで当たるとお便り読んでもらえるんだけど、トップバッターでポンチーペーちゃんが当たってるから、グワバタリエちゃんの発音だけ聞いてね。ポンチーペーちゃんのお便りの内容は聞かなくていいわよ。
そしてタイムリーをね、性別の自主退学って武雄先生に怒られても知らないって大丈夫だ。全然怒られない、それぐらい。で、池王子出てこないけど大丈夫？いる？幸子ちゃんことちゃんさち。まあまあ、おはようございます。忘れてないわよ。サーズデイ。朝からバタバタバタ子です。まあまあ、イケメンは星の数ほどいるのよ。身近なイケメンくんは見逃し配信できないのをしっかり見てなきゃって。今日は池王子50歳でしょ。あ、思い出した。タカシッティ。しかし残念ながら49歳ってことが判明したわ。惜しい。なので、隣にいる水谷の豊タカッティを押しとく。アデュー。な、それひどくない？あの、ソリマチのタカシッティがダメだったから水谷の豊タカッティにすると、ちょっと豊タカッティに失礼じゃない？でも、間違いない池王子ね。相棒終わっちゃったもんね。でもなんか再放送やってると、なんか全く終わった感じしないわよね。ゆっくり休んでほしいわね。ありがとう。じゃあ、池王子まずね、水谷の豊タカッティ入れました。続いて、ゆきちこちゃんことちゃんゆき。まあまあ、こんにちは。出遅れました。今日の練習会は参加できなさそうですみません。あとの2日間は、実況来るのかしら。今日のメタバース練習会お待ちしてます。続いて、ちょっと待って。続いて、ポンチペちゃん。まあまあ、お疲れ様。今日は待ちに待った練習会よね。朝、幸子ちゃんのおかげでママの企みが分かったわ。なんで木曜日に練習会が多いか。違う、たまたまなのよ。リエちゃん、もしかしたら来るか、クワバタリエちゃん来るかもしれないの。分かった、ちょっと緊張しながら待ちましょう。ね、池王子全然出てこないんだけど、ちょっと。カズヨちゃんとちゃんかず、モルさんにいただいたアイコンどうかしら。アイコン変わってる。いいわね。これメタバースに今ね、スポンサーの上りを立ててるの。その上りのね、画像になってるわね。いや、素晴らしい。ね、よかった。池王子やっと来たわ。ケイユちゃんことちゃんけ、池王子参戦。それでは池王子ベスト10発表しようね。ベスト10で聞きましょう。第10位。モーガン・フリーマン、86歳。かっこいい。渋いわ、かっこいいわね。かっこいい。9位。ハリソン・フォード。あー、好き。ハリソン・フォード好き。あれ、今度インディ・ジョーズやるもんね。第8位。ドゥドゥ。ロバート・デ・ニーロ。あー、かっこいい。来たわね。第7位。ジャン・レノ。74歳。あ、いいわね、今日。ジャンルがもう74歳だね。第6位、リチャード・ギア。プリティママ言う子。第5位、トム・クルーズ。やだ、トム。デンツ。危ない。トムかっこいいわね。第4位、ブラッド・ピット、ブラッピ。あー、セブン見たくなってきた。第3位、ドゥドゥン、キアヌ・リーブス。はい、玉よけて。マトリックス。そして第2位、ででん。阿部寛、58、9位、よかった。とりあえず、お前たち、東大に行け。そして、栄えある第1位は、雄一郎丸山。パチパチ。表彰状。あなたは、2023年上半期、募集においても、家庭においても、仕事においても、とても頑張りました。よってその努力と功績を称えるとともに、今後の活躍をさらに期待し、表彰をいたします。パパさん、栄えある第一位、誠におめでとうございます。この上ないご栄誉と、心より、お申し上げます。今後のますますのご活躍を記念しております。ちょっと待って、ね、これ何の発表ね。この、ちょっと待って、池落ちの中に私入れないでよ。ちょっと、僭越至極すぎるわよ、ちょっと。もうでもよかった、ありがとう。いた？こん中にさすがにあなたのお気に入り池落ちいたんじゃない？ちょっと教えてね。いやー、かっこいいわ。続いて、かつよちゃん。池落ちちょっと考えてみました。昔から好きなのはもうなくなってしまいました。ネズジンパチさんです。あとは高田純次さんも好きかな。ネズジンパチちゃんね、私もほんと好き。ネズジンパチちゃんってやっぱり池おじのね、あのもちろんイメージもあるけど、あの検索したの若い頃の写真もね、もうあの目ん玉洗浄されたぐらい、本当に。あの目ん玉取り出して洗ったぐらい綺麗になるぐらいね、いいイケメンよね、本当にね。ありがとう。というわけでじゃあもう、
ネズチンパチさんをね、胸にね、ちょっと皆さん寝ましょう。数えてあげる。ネズチンパチが1人、ネズチンパチが2人、ネズチンパチが3人。というわけで、コメントというのはすいません、いらっしゃいました。あなた、まさか。こんな配信最後まで聞いてるんじゃないでしょうね。あなた、不安とに、あれよね。それじゃあ今日、メタバース練習会がありますので、リンク貼っときます。本日の21時。あ、会場自体は20時から空いてます。で、21時からお待ちしております。メタバース、難しいと思うかもしれませんけど、リンククリックして、インストールしていくと、なんやかんや言って入れるようになるから、ご安心ください。というわけで、ママゆうこはメタバースでイケメンを探す旅に出ます。回転するのはまたいつか。アデュー。こんにちは、おまっとさんでした。上白石萌歌ことママゆうこです。エンディングドレイン最終回、お楽しみにください。あなた、まさか。ちょっと待って。ちょっと噛んじゃった。普段はね、真面目な配信とかお送りしてるんだけど、何かと疲れてくる木曜日、あなたの背中を押すために、ここ、声のメタバース、スナックゆうこが開店します。私、スナックゆうこのママ、ゆうこです。朝ドラ2期連続ヒロイン、徳川15代将軍一人で演じきりました。そして、ペンディングトレインに、主役として出ております、ママゆうこです。よろしくお願いいたします。あなた、まさか。今日木曜日だって忘れてたんじゃないでしょうね。あなた、本当に、せーの、あれよね。ちょっとことよ、こと。ペンディングトレイン、明日最終回なのよ。もう見てる。あら、でね、最終回の考察をね、ママゆうこしていきたいと思うんで、ご安心なすって。心配ナイチンゲールなのよ。私がね、あらすじこれまで話すから、あなたもね、ぜひ最終回ちょっと大予想してほしいの。大丈夫、これまでのストーリーでそう話せばね、全然予想できるから、ぜひみんなで座ってよ、ちょっとね。あなたもね、ちょっと一緒にね、最終回当てに行きましょう。本当にいいドラマ。それじゃあ行くわよ。左手グーにして、グーにして、行くわよ。イケメン、グーグーキャン。スポンサーの方々ご一行がお越しいただきました。いらっしゃい、いらっしゃい。ちょっと座ってって。じゃあちょっとお名前紹介していくわね。和代ちゃん座って、お花ちゃんどうぞどうぞ、なおちゃんちょっと座って、ゆきこちゃん、すひえんちゃんも座ってけいよちゃん、いらっしゃい、いらっしゃい。ゆうすちゃん、いらっしゃい、いらっしゃい。ゆかちちゃん、いらっしゃい、いらっしゃい。あれれっぴーちゃん、いらっしゃい。ゆかりんりんちゃん、飲んで。ふるふるラジオの森川社長、ちょっとレインボースポンサーじゃない。お立ち台立っちゃって、踊っちゃって。ジュリアナ東京。そして、ゆうこゆこ姉様、バイキンマンちゃん、ポンチペちゃん、福岡のカバちゃん、耳から美味しいフードウェルネスちゃん、さらに、いらっしゃい、いらっしゃい。はじめまして。ときこちゃん、ようこそ。そして、お名前確認中の方、もう一人です。あ、むらしのスポンサー？そう、メタバースのね、イベントのスポンサーだから、お名前はね、メタバース会場のステージの横にね、のぼりを作ってね、お名前ね、ここね、掲載させていただくのよ。さらに、ランクによってはね、メタバースに看板立てられちゃうの。推しの写真でもいいし、宣伝したいものがあったら、ドドンとね、飾っちゃいましょうよ。いいわね。じゃあ、みんな持った。うらしいスポンサー、乾杯。あれ、今日はどうしたの？あれ、先生がなんか教えてくれるって呼んだんじゃないの？なんかチャレンジしたいことがあるって。あ、そうだった。ごめん、おばあちゃん。そう、先生はね、ちょっと挑戦したいことがあるんだよ。それはね、メタバースデビューしてね、
6月30日と7月1日にウラシっていうイベントにね行くことなんだよ。ちょっと待って、まずメタバースって何？いやおばあちゃん、メタバースだよ。メタバース、メタバースっていうのはゲームの世界に似てるんだけど、例えばねそこに街があったりね、コンサート会場があったり、いろんなねそういう空間が作られてるんだけど、そこにね自分のアバターというもの、これを作って人とねコミュニケーションを取ったり遊んだりねできるんだよ。アバター？って何？アバターだよ、アバター。ね、アバターは自分のね、この分身キャラクターなのかな？そういうものなんだけど、もう先生とかおばあちゃんね、みたいに、これいつも、ね、服とか髪型とか変えるじゃない？そうやっていろんなね、お洋服を着たり、髪型もね、変えられたりするんだよ。そうなんか。でもそれを作って何するの？あ、そうそう、それはね、さっき言った、今度この6月30日と7月1日に、このウラシーっていうね、イベントがあって、そこはね、遊園地になってるんだよ。で、そこで楽しいトークを聞けたりするんだよ。で、なんと、そこには、桑畑理恵さんも来るんだって。わーし大ファンなんだ。桑畑理恵さんと同じ空間に行けるの？そうなんだよ。すごいでしょ、ばあちゃん。だから、まずはね、そこに行って遊んでみようと思うんだよね、先生も。ね、おばあちゃんもどう？一緒に行かない？私もやってみようかしら。あ、じゃあ早速ね、おばあちゃんアバターを作りに行こうよ。ね。いいかな？じゃあ今日、せーの。レッツゴー！ウラシー！ちょっとね、また癖が強いの来たわね。今回は、ウラシーね、CM プロジェクトにチャレンジしてもらったのは、ふんどしを愛して200年ちゃん。これお名前なの？ふんどしを愛して200年ちゃん。ね、ふんどしなのね。ふんどしを愛する男、日本を元気にするため、江戸時代より転生してきたんですって。だから日本を元気にするっていう意味では、まあ言うこと一緒よね。だから、ウラシー日本元気にしたいから一緒よね。だから、ありがとう。ありがとう。スタンド FM のふんどしを愛して200年ちゃんの方も、チェッキンガム宮殿、バッチー。